おはよう。おはようございます。ピンクラテビン始まるよ。イエーイ。急に撮りました。はい。今日がレイラの撮影の日の一日に密着します。初めてだよね。初めてです。すごい楽しみにしてました。じゃあ早速撮影場所に行きましょう。レッツゴー。レイラ可愛いマスクチェーン、これいただいたんですよ。あ、そうなの。はい。誰かの手作りとかでもない。いや違うと思います。可愛い。抜き打ちレイラの私服チェック。あ、私服チェック。抜き打ち、はい、今日のレイラのお洋服はこんな感じ。はい。今年は地元のお店に買いました。レイラの地元のお店、ね、で、これはザラで買いました、うん、かわいい。リボンがついててすごいかわいいです、うんうんうん、で、靴は GU かな。GU なんだ。そうなんですよ。GU で買ってすごい可愛い。可愛い。ヒール高い。高いです。ね、可愛い。白い靴ってあんまり私買わないので、ちょっと挑戦ということで買ってみました。着替え終わりました。着替え終わりました。1コーデ目です。1コーデ目。じゃあ撮影していきまーす。なんかね、ね、今日ちょっと寒いからいいけど、まだ一応夏なのかな今。夏今秋。秋入り始めぐらい。入り始めた秋です。あなた暑くない？暑くないです。大丈夫？じゃあ残りの撮影も頑張ろう。頑張ります。一旦髪の毛を変えるんだよね。はい、変身します。この間におやつをどれにしようか。何味が好きなのレイラ。美味しい味が美味しい味なら決めた。決めました。あ、美味しそう。いただきます。じゃあ食レポしてもらおうレイラに。いただきます。うん、なんか、うん、抹茶だけじゃなくてなんか入ってます。あ、そうなの。なんか豆が入ってます。美味しい。すごい美味しい。なんかサクサクしてるけど、うん、しっとりしてるみたいな。なんて言うの。頑張れ頑張れ食レポ。サクサクしてて、うん、でもなんか噛むとしっとりみたいな、うん、同じこと2回言ったら分かんないでしょ。難しい。毎回メイクしてる時に話してもらってるんだけど、はい、じゃあ今日レイラには何にしようかな。最近あった面白かったこと。面白かったことあります。最近家でパパとトムとジュリーの映画の DVD を借りて、で見てて、それがすごい面白くて、なんか久々にこんな笑ったって思いました。そうなの。すごい面白かったです。そんな笑ったの。トムとジュリーが大好きで借りて久々に見たんですよ、トムとジュリーを。こんなに可愛くて面白かった。そうなんだ。どんな話。ホテルで働いている女の子がいて、でそこのホテルにトムとジュリーが住んでて、でそこのホテルで結婚式を挙げる芸能人がいて、でトムとジュリーがいたら結構やばいじゃないですか、結婚式なので。でそれでジュリーが結構いたずらをするので、トムがジュリーを捕まえて、みたいな結構あって、でその結婚式は成功するの、みたいな感じです。気になる方はぜひぜひトムとジュリーを借りてみてください。すごい面白かったです。レラの筆箱今トムだもんね。そうなんですよ。かわいい。
ファンの子でレイラと一緒のトムの筆箱持ってた。見た？いたね。お揃い。お揃いだ。ね。ジェリーもあるんですね。あ、そうなの、あれ。めっちゃ可愛い。ぬいぐるみみたい。もうぬいぐるみかと思った、最初持ってんの。筆箱だった。めっちゃぬいぐるみみたいな。ね。可愛いです。可愛い。じゃあ、レイラの最近ハマってることは？ハマってること。うん。ハマってることは、あ、ちょっとこれ、うん、あんまりみんなに言いたくないんですけど。あ、うん。言いたくないの？言いたくないです。うん、ちょっと言いたくないです。すみません。ちょっと B で、うん、私の誕生日に買ってもらって、うんうん、で、それをずっと、うん、すごい。練習中。練習中。すごいね。じゃーん、かわいい。さっきと全然雰囲気違う。そうですね。ね、来ました。かわいい。じゃあ、後半戦かな。後半戦は頑張ろう。終わりました。終わりました。お疲れ様でした。どうだった？今日一日。すごい楽しかったし、うん、どの洋服も可愛かったので、うん、みんなに着てほしいなって思いました。そうだね、はい、ピンクラテのオンラインストアにね、多分今日撮った写真がいっぱい上がるから見てほしいね。見てほしいです。あ、この時のやつかって、あーってなってほしいです。なってほしい。はい、見てね、見てね。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。